それじゃまた会おう。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルマ。ノクティス王子大きくなったな。おや、覚えてないか。小さかったもんな。本当にここは水の町なのね。演説や神殿の話を聞く限り、政府が積極的に動いているようだな。でも属国なんだよな。そこだ。ルナ・フレーナ様は本当にご無事なのか。首相は独立したがってるしね。帝国と仲良くしたくない？ライブスが町に来てたっていうが、あの宰相もそのうち現れんじゃねえか。やつの動向も気になるぜ。ゴンドラに乗った景色でも見ない？帝国の息がかかった町か。でも観光気分になっちまいそうだがな。ガイドにあったレストランに行かない？何買おうかな。陛下との旅の後、王都へ帰らずに店を開いた不思議な人だな。買い物しなきゃ。巨神の目覚めでカーデスの大皿は崩壊した。政府も儀式を恐れているだろうが、他にも何かありそうな空気だな。ちょっとお店入らない？なんかカンナギの演説を帝国が知らねえわけねえよな。ああ、水神がいんのも指輪があんのもここだ。敵も本腰入れてくんだろうぜ。ご飯何する？あの人も陛下のお友達なんだよね。なんでここに住んでんのかな。あ、本当にここは水の町なのね。綺麗だわ。うまい店とか知ってるかな。知ってんじゃねえの。ここだと魚がうまいんだろうね。やっぱ取れる魚って違うのかな。首相は独立したがってるしね。帝国と仲良くしたくないんだよ。だね。王子が生きてるって話もあるしさ。あ、だからマーゴに行ったんじゃない。そっか、フィスカム、オート人だ。じゃあもうここに王子がいたりして。またマーゴに首相が来たって。仲がいいね、あいつらは。つっても意味なく来るわけねえだろ。何があったんだと思うぜ。あの人が料理もするんだと思う？するんじゃねえか。おいしいのかな、気になる。イチネリスク、オルティシエでは水神の神殿と祭壇を開く準備を進めており、現在神殿周辺は関係者以外立ち入り禁止となっています。またルナ・フレーナ様が演説を行うジュレイル広場周辺においても、演説前に一度閉鎖をして安全を確認する作業を行う予定です。あなたと、こんにちは。いらっしゃい。魚ならうちで買っていきな。また来いよ。さっきすげえ魚が売ってたさ。どこで釣れんだろ。店員さんに聞いたら。いや、なんかそれは面倒。うんうん、わかるよ。俺も人と話すの実は苦手なんだ。本当かや。宿はどこにする？いらっしゃい。ゆっくり見ていってよ。どうも。どうぞごひいきに。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ゴンドラに乗った景色でも見ない？
初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。帝国軍はよく来るのか。町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブスを。ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。水陣に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水陣が暴れて町に被害が出ると思ってる。ならどうして儀式をさせるんだろうね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ、耳のいいことだ。本当にここは水の町なのね。綺麗だわ。なんか教会をじっと見つめてたけどさ、式挙げる予定だった場所だもん。でも将軍は襲撃のこと知ってたでしょ。なんで証言なの。知ってて言わなかったとかだったら超複雑じゃない。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもただで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様、答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか。何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。買い物しなきゃ。君は君の考えで動けばいい。だが準備は怠らず慎重を期して臨みなさい。町で困った時はいつでも店においで。どうする、首相のとこに行くの。ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。さて今日は何を食べに行った。